週末何する？馬でしょ、有馬記念神頼みスペシャル、スペシャル。さあ、その空欄にこの番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。奈々ちゃんと具志堅さん、まさかのコンビネーション。僕は9月2日生まれなので。12月24日はクリスマスイブです。そして有馬記念です。近い。イブは大丈夫ですか？僕予定あります。私も。嘘でしょ。競馬を始めて1年、思い出も失敗もありました。それを踏まえての締めは有馬記念じゃないんですか？だから有馬は見るよ。有馬は見ます。その後予定があるよって。いや、だから有馬を見てだよ。その後じゃねーってなる。その後も含めて有馬だよ。一緒にいようよ。12月24日有馬記念。いよいよ今週日曜日に迫った年の瀬のビッグイベント、有馬記念。どうしても的中させたい神頼みならぬ林先生頼みで今宵も集まった。さあ、3日目でございます。突然ですが皆さん、林先生から問題がございます。有馬記念は何々を反映する？なるほど。さあ、その空欄に適語を入れてください。有馬記念は日本の元気を反映する。その年のっていう意味ですかね。そうです、ね、その年の。ちょっとごめんなさい、意味が分かんない。日本の元気を反映する。はい、何となく分かりますね。ます、まあ、日本のこう景気とかいい時には、うんうん、まあ、そのままの結果が反映して、うん、そうじゃないとっていう、まあ、そういうことを言ってるんじゃないかなと。それ本当に出ました。乗っかってきました。今のにヒントを得て、日本の出来事。なるほど。まあ、ほぼ正解出ちゃった。そう、まあまあ、ね、そうなんですよ ね、 ね、実はね、うん、有馬記念は世相を反映するんです。世相、はい、有馬記念は世相を反映する。その年の出来事、キーワードが馬名や馬番に入っている馬が走ると競馬ファンの間ではまことしやかにささやかれている。谷さんが日本の出来事っておっしゃったのはもうほぼ正解ですね。まあ、ほぼ正解ですね。はい、そうなんですよね。で、こんなところで当てちゃうとね、本番で月が残ってないですね。あったったった。あ、谷ちゃん、ちょっと元気とか言っとけばよかったですね。元気バカにしてる。バカにしないで。今の言い方完全にバカにしましたよ。超バカにしてる。去年は、トランプ旋風ということで、林先生、はい、里のダイヤモンド関係ないじゃん。まあ確かにね、トランプのマークのダイヤ、ダイヤ、クローバーとか後付けじゃないですか。まあ、僕もちょっとそう思ってるところもあるんですけど、去年は馬券には絡まなかったですけど、掲示板に乗った4着が山勝エースで、5着がミッキークイーンです。そう、だからこう、はあ、山田勝てないの。いや、山田勝てないで、山田勝てないで、ね、山田邦子さんがオーナーじゃないんです、ね、山勝エース。あの人どうなってんの。あとですね、実は去年の有馬記念ですけれども、野球に関する世相が反映されていたということですけども、花尾さん分かりますか？マー君、はいはいはい、マー君の背番号18 18 18。あ、まあ、まあ、そういうことです。そういうことです、はい、そういうことですが、去年大活躍した田中将大投手、実は誕生日が11月1日。そして去年の有馬記念、1着が11番里のダイヤモンド、2着が1番北三ブラック、つまり田中投手の誕生日と同じ数字11 1。11-1だった。で、マー君は去年 の、 あの抽選会、枠順の抽選会と、あとプレゼンターもやったんです。絡んでるんですね。そう、絡んでるんだ。そうなんです。すごいですね。で、1着が里田ダイヤモンドでしたっけ。里のダイヤモンド、里のダイヤモンド。それで買ってたら当たったんだけどね。私1月11日生まれたんですよ。なので去年はぴったり馬連で買って当たりました。馬連111で、ね、今年の、そう、今年のプレゼンテッドも誰か気にしておく方がいいんですよ。誰だろう、誰だろう。今年のプレゼント決まっております。誰ですか？前健さんです。前田健太投手で、誕生日が4月の11日と。さあ、今年はどうなるのでしょうか。世相から有馬記念を予想していただこうということでございまして、皆さんにね、いただこうと思うんですけども、はい、私は結構各界で結構引退がね、うん、話題になったじゃないですか、はい、スポーツ選手でゴルファーだった宮里藍さんとか、うんうん、それから浅田真央ちゃんとか、うん、キーワード引退とか、うん、
となると北さんブラックがね今年で引退ですし、 なるほどね、あと漢字一文字も北という字でね、ありそうってなるとちょっとかなりクンクン匂いますね。なるほど、確かに北さんブラックですね、ありそうだ。今年はシャンシャンが生まれましたね。サンサン、サンサン、サンか、あとは白と黒の帽子、クマ、なんだろう、クレイ1、2枠クレイ1、2枠、まあ、ブラックも入ってるよね、そういう意味で、あ、そうそう、色ね、色入ってる、北さんブラック入ってますね、本当だ、ありそう。鈴木さんいかがですか。やっぱり今年は流行語がインスタ映え、ね、インスタ映えでしたよね、うん、そう、インスタ映えと忖度、はい、うん、インスタ映えをする馬、いやいやいやちょっとね、いやいや、馬ね、全部出した、なんかシゲとかいましたっけ、インからのスタートね、インスタ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 、ナナちゃんと具志堅さん、まさかのコンビネーション来ましたね、インスタ、インスタ、来ますよ、ありがとう、くるくるくる、ありがとう、確かに内枠の方がよく来るレースですからね、うんうん、そうですね、かなってる、なるほど、インスタートが映えると、うん、なるほど、いうことですね、めちゃくちゃめちゃくちゃありそうですね、それありそう、すごいのが出た、うんうんうん、皆さんも世相から予想してみては、楽しい、楽しい、すごい楽しい、こうやっていろいろかけると楽しいですね、奈々ちゃんは一個もかけれてなかった、具志堅さんに助けてもらいました、最後に林先生伺いたいと思いますけれども、やはり藤井聡太君29連勝、はい、なるほど、その数字もあった、で2と9っていうのは僕は9月2日生まれなので、まあそういうこともかけて、なるほど、やっぱりこれ29っていうと印象的にはピッチャー香取っていう人が多いと思うんですけど、はい、まあ、ここははい、はい、そうですね、藤井聡太君の29で29、まあ、これ2もねやっぱりいいんですから、まあこの辺りがいかがでしょうか、なるほど、いいかも。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。